どうもー影山です。えっ、ー、とですね、えー、オクラがね、もうちょっとこう、しまいにしようかなということで、オクラの苗をこう、切ると、えー、親父がこう、宣言してですね、えー、この撮影の後なんですけども、えー、オクラの苗を切りました。だからもうちょっと、この野菜作りの中でオクラというの,、えー、のは、 えー、まあ来年まではちょっとこうもうなくなったというところで、あとまあトマトとかね、キャベツとかブロッコリーとか、えー、その辺がこう育っていってくれれば嬉しいかなというふうに考えております。今日は以上です。ありがとうございます。